マルクス・ガブリエルは、ドイツの哲学者、ボン大学教授。専門書だけでなく、哲学に関する一般書も執筆している。哲学、古典文献学、近代ドイツ文学、ドイツ学を、ハーゲン大学、ボン大学、ハイデルベルク大学で学んだ。2005年、イエンス・ハルフバスンの指導の下、後期、シェリングの研究により、ハイデルベルク大学から博士号を取得した。 2005年にリスボン大学の客員研究員、2006年から2008年にかけてドイツ研究振興協会の研究員としてハイデルベルクに滞在した。2008年には古代哲学における会議主義と関連論についての研究により、ハイデルベルクにてハビリタチオンに合格する。2008年から2009年にかけてニューヨークのニュースクール大学哲学部で助教を務めた。 2009年7月に史上最年少の29歳で、ボン大学に着任し、認識論、近現代哲学講座を担当すると同時に、同大学国際哲学センター長も務めている。過去には、カリフォルニア大学バークレー校の客員教授も務めた。哲学界のロックスターとも呼ばれる。複数の言語を自在に操り、また、古典語にも習熟している。ガブリエルは、 既婚者である。2013年、ガブリエルは、トランセンデンタルオントロギー、エッセイズ・イン・ジャーマン・アイデアリズムを上司した。セバスチャン・ガードナーによる書評が、ノートルダム・フィロソフィカル・レビューに掲載され、次のように評価されている。英語で書かれた本書は、ガブリエルによる、ドイツ関連論の読解が、これまでで、最も包括的に提示されたものである。 豊かなアイデアが限られた私服に凝縮されているため、読者はあらかじめかなりの関連知識を有していることが求められる。あるインタビューにて、ガブリエルは次のように述べている。現代の刑事上学者のほとんどは、自らの研究テーマを特徴づけることに失敗しています。彼らは世界や現実のような言葉を特に明確な説明を与えることなく、 しばしば同じ意味で用いています。試験では、こうした全体性を表す表現は、存在するという性質を持つものを支持することは、できません。また次のようにも説明している。日本は、ソフトな独裁国家だとしている。初めて訪日したのは2013年で、地下鉄に乗った際に、女性専用車両だと知らずに乗り込もうとして、白手袋をしたいキに背中をつかまれた。 その時、日本は非常に組織化されていると感じる。ベルリンの地下鉄を例に出し、そこではドラッグを使用しているものすらいる。日本では自由に対する多くの制約がある。それはハイレベルな制約が招いた結果だ。ある意味これはソフトな独裁国家だと感じた。また著書で私が日本を一言で表そうと思ったら、精神の可視性と言います。日本人は、 お互いの気持ちが手に取るように見えるのです。非常に精神的な文化で、どこに置いても精神が可視化しているので、哲学をするには大変強力な場所ですと述べている。新型コロナ前の世界に戻りたいは、絶対に不可能だ。コロナ前の世界は良くない。私たちは開発速度があまりに早すぎたため、人間同士の競争で地球を破壊した。二千二十年に起きたことは、 最後の呼びかけだった。自然が今のようなことを続けるなと訴えるかのようだった。新型コロナ前の世界に戻りたいという願望があれば、それは間違いだ。非常に裕福な人たちはコロナ危機で稼いでいる。得た利益をパンデミックで苦しんでいる人や国にはけ与えるべきだ。コロナをきっかけに世界の価値観の中心が倫理や道徳になるべきで、私はこれを 倫理資本主義と呼びポストパンデミックの産物になり得ると考える。環境問題や貧困など世界的な問題はグローバル経済が過度に利益を追求しすぎた結果だと考える。増えた富は倫理観に基づき再配分するがこれが完璧なインフラだ。倫理と経済は相反するものではない。富とは富を共有する可能性で 他者のために良いことをする可能性だと主張する。人類は連携すべきだが、現実は分断している。アメリカと中国いずれの国も、世界を支配するとは思わない。その点では超大国は存在しない。単に力のある国家が存在するだけだ。絶対的な覇権への幻想など気にせずに、今までとは異なる組織が必要だ。新しい啓蒙思想を作るためには同盟関係を。 結ぶべきだ。パンデミックは何事も可能だということを示した。世界的なロックダウンなど不可能だと思えることが現実に起きた。不可能に見えるが国々が連携し二極対立をしているアメリカと中国よりも強力な同盟を構築すべきだ。両国は善良なことは知っていない。兵器に対する潜在的な対立を形成している。だから、 両国の間かその周辺で第三の方法を探さねばならないと考えている。自由民主主義に変わるものがあるとは考えていないが、ロックダウンは民主的な政策ではなく、ワクチン接種こそが民主的政策だと考えている。コロナ危機に対し民主主義よりも効率的な解決策を講じた制度があると思うのは幻想だ。問題はウイルスが生物学的現象だということだ。 法律ではウイルスを制御できない。どう行動するかが問題だ。ヨーロッパの死者数は100万人を遥かに超えたが、それでも民主主義は健在だ。共産党の独裁主義が民主主義国家よりもうまく対処したとは言えない。中国のプロパガンダに過ぎないと発言した。将来について、啓蒙思想、すなわち倫理や哲学が勝つと考えている。 そのために日本レベルの心を読む術が必要になるかもわからない。若い世代のおかげで環境意識が高まっているように子供に投票権がないのは人道的な恥だ。若者は将来のために戦わなければ未来の多くが失われる。権力者に若者の善行、関心事、洞察力を抑圧させてはいけないとも発言した。ルーマニアの哲学者ガブリエル・バカリューは マルクス・ガブリエルによって自分のアイデアを表説されたと訴えている。バカリウの主張によれば彼の論文マインド・ブレーンエピスティモロジカリー・ディファレント・ワールズで展開されている議論が出典を明らかにすることなくマルクス・ガブリエルに投用されたという。マルクス・がブリエルは実著で相手のことをクレイジーな哲学者と断った上でこの問題について ウィキペディアの私のページには、長い期間、コントロバーシーというタイトルで独立した項目がありました。最終的には、私が大学からの書簡をオンライン上に載せ、ようやくウィキペディアの項目は削除されましたと答えている。ボン大学の弁護士で、科学における不正行為に関する事件のオンブズマンである、カール・フリードリッシュ・トゥケンベルクによれば、バカリウの申し立ては不当であるという。 ありがとうございます。